良い子のみんな、動画編集に必要なものは何かご存知かな？そうだね、ワンダーシェアの動画編集ソフト、フィモーラだね。小岩井小鳥、オフィシャルチャンネル。はい、ということで皆さんこんにちは、声優の小岩井小鳥です。今回ご紹介するフィモーラなんですけど、ワンダーシェア社が開発している動画編集ソフトとなっております。初心者でも気軽に編集できて、最新バージョンではなんと AI 機能も追加されて、もうさらに簡単にワンボタンでいろんなことができたりするなんて噂をちょっと聞いております。毎月ね、アップデートで新機能がどんどん追加されていくことも特徴みたいですね。私も動画編集はいろいろやったりするんですけど、やっぱり常にとにかく手軽に時間を短縮して楽できる動画編集ソフト探してるんで、ちょっと皆さんと一緒にフィモーラ見ていきたいと思います。さて、画面がこんな風になってるんですが、今回使う最新バージョン13ですね、 AI 機能が豊富に用意されてるんで、今回はそれらをね活かしながら、私がね普段配信とかでもやってる ASMR トークを編集してみようと思います。これね、 ASMR はね結構こうオート字幕とか難しいんですよね。どうなるかちょっと試してみましょう。じゃあまずは新しいプロジェクト開いちゃいますかね。はい、ということで新しいプロジェクト開いたんで、ここに、自分のね撮った事前に撮っといた動画を入れていこうと思います。はい、インポートできました。では続いてこれをタイムラインにねドロップしていきましょう。はい、できました。右が時間が進んでいくこの時間軸ですね、という風になっております。まあでも一般的なこれは動画ソフトじゃないでしょうか。で、面白いのが、まずじゃあオーディオからいこうかな。オーディオなんですけど、こんな風にオートノーマライズとかね、これで音量を調整してくれたりとかも本当にワンボタンでできちゃったりするんですが、一般的なこういうバランス LR とかね、フェードインアウト、これ動画の最初フェードインこれぐらいでいきましょうとか、ここですね、フェードインしていきましょうとか、逆に終わりはフェードアウトしていきましょうとかも手軽にできますね。ピッチ、音程ですね、音程をこうグイッと上げたりとか下げたりとかもできちゃいますね。これはオーディオダッキングというのは、話してる時にね BGM をどれぐらい下げましょうというのをこう自動でやってくれるよみたいなやつですね。とか、まあ一般的なイコライザーとかですね、いろんなものがあるんですけども、音声やるときにねノイズ除去めんどくさいと思うんですよ皆さん。これね、いろんなのがこちらございます。通常ノイズ除去だったりとか、リバーブ除去だったりとか、こういろいろあるんですけど、これもね本来一項目一項目それぞれソフト立ち上げてやったりとか、結構めんどくさいことをねいろいろやって精密にノイズをね除去してたりしたと思うんですけども、こちらに気になる項目ありますよね。 AI スピーチエンハンスメント、これねポチッと押すだけで全体的になんとなくいい感じにノイズを除去してくれるみたいなんですよ。声とかそういったものを聞き取りやすくしてくれるっていうところがとても便利な機能みたいですね。これいいよね、楽だよね、ワンボタンでこれやってくれるんだもん、助かるや。さらにはユニークなボイスチェンジャー機能とかもあって、ビニール、エコー、ロビーとかね、古いラジオ、あ、ちょっといいですね、古いラジオにしてみようかな。皆さんこんにちはね、小岩井小鳥です。マシにすると皆さんこんにちはね、結構違いますよね。小岩井小鳥ですね。こんな風にこういろんなねエフェクトなんかも、エコーとかもあるしね、いろんなのがこう一緒になってこうイメージで選べる、ダイビングとか電話とかね、教会とかね、ロビーとかね、そういうのも便利ですよね。ボイスキャラクターもございます。じゃじゃん、これなんかちょっと犯人味がありますねこれも自分でやろうと思ったらいろんなのをかけてこういう風なものを作ると思うんですけど、
すごく手軽にね、ボタンポチって押すだけで。皆さん、こんにちは。あ、ロボットっぽいのとかね、いろんなのできちゃうんで、これは楽しいですね。でね、ここあのダイヤモンドみたいな、ピンクのダイヤモンドみたいなのが、ボイスフィルターの方でも出てたと思うんですけど、これは何かっていうと、クレジット、どのプランでもクレジットもらえるんですけど、そのクレジットを消費して、使えるという感じになります。でもいいよね、面白い、楽しいですよね、いろんなの使えて。フィモーラでは人物の切り抜きなんかも簡単にできちゃうそうなんですけど、どうやったらいいのかなって思ったりすることありますよね。そんな時便利な機能があるそうです。こちら AI コパイロットですね。こちらでね、チャットでね聞いてみると、どんな機能を使えばいいかとかね、いろいろ教えてくれるんですって。じゃあ何にしよっかな、人物を切り抜きたいかな。 AI にイライラって してみよう。よいしょ、なんて返ってくるかな。お、フィモーラの AI スマート切り抜き機能を使用することで、画像や動画から背景を効率的に取り除くことができる。あ、でしかもここにリンク貼ってくれてる。おお、あ、ちゃんとスマートカットアウトビデオっていうのが立ち上がりましたね。これで選択していくってことですね。じゃあちょっと簡単に、あー、簡単に押すだけでちょっと怖いことに選択できましたよ。ダミ編もじゃあ入れとく、ダミ編くんも入れときますか。よいしょっと、棒を選択してこれね、今縦にね、なんとなく範囲書いてるだけなんですけど、それで自動でね周りを見て選択してくれますね。よし、 OK。 今こう1枚の画像の中から私とダミヘを切り抜いたんですけど、これをねクリックしてスマートカットアウトを開始、これちょっと開始するとトラッキングして今追いかけて切り抜いてくれてますね。すごい、これ結構めんどくさい作業なんですけど、直感的にできますね。なぞってやっていくみたいな感じで。うわー、はい、ということで綺麗に切り抜けてますね。じゃあこれで保存しましょう。保存、おー、すごい、背景が黒になってますね。ね、はい、こんな風にできたんですけども、できたら今度やっぱ背景とかね入れていきたいじゃないですか。フィモーラではフィルムストックっていうですね、著作権フリーの素材にアクセスできて、画像だけじゃなくて動画とかエフェクトとかね、それから音楽もね、豊富な素材の中からこうやって選ぶことができます。いっぱいありますね。しかもこうね、いろいろあっても好みの画像ね、もし見つからないとかってなったら、ほんとこの AI 画像っていうとこで好みのね音楽とか画像とかね作れちゃうんですって。とりあえずまず背景なんで画像作りましょう。じゃあ生成したい画像何にしようかな。この ASMR だったら、そうだな、これアウトドアの話題だったんでキャンプ場にしてみよう。キャンプ場でリアルな風景ポートレート手書き、あーでもリアルな風景でとりあえず行きますか。でもなんか絵とかも可愛いですよね。じゃあリアルな風景のキャンプ場お願いします。ドキドキ、どんなのができるかな。お、できました。4枚候補出してくれましたね。あ、どれもいいなぁ。なんかちょっとかっこいいのもある。これかな、これがいいな。これにしましょう。ドロップでトラックに持っていく。おお、できたんじゃないですか。ちょっと見ていきますか。皆さん、こんにちは。おお、小岩井小鳥です。今日はアウトドアについてのすごいキャンプ場になったと思います。画像もこうやってね自分のオーダーメイドの入れたし、
じゃあオーディオもねちょっと作ってみますか。ここに AI 音楽っていうのがあるんですよ。でこれで、タグを組み合わせて作ってもらったりすることができるみたいですね。ハッピー自然、あ、ハッピー自然、うん、ジャンルか、ポップ、こんな感じでじゃあ作ってもらおうかな。えお、できました。3つも出してくれるんだね。聞いてみるか。あーいいですね、 BGM にちょうどいい。皆さんこんにちはって感じ。続いて、あーこれはなんか始まるぞって、休日の Vlog みたいな、いいですね。あ、かわいい、いい。これ一番 ASMR っぽいかも。入れてみるか。ということで BGM を入れた感じは、皆さんこんにちは、こんな風になります。小岩小鳥です。一気に動画らしくなりましたね。アウトドアについての話なんですが、さらにすごいのが、今動画に対してほら BGM 足りてないじゃないですか。でもちろん実はこの音楽作る時点の設定で曲の長さ選べちゃうんですけど、テンポもね、曲数もね選べちゃうんですけども、まあ生成してみたけど、あ、やばい、時間間違えちゃったとかっていう場合、ここにオーディオストレッチっていうのがあるんですよ。これちょっと押しますね。押してこの音楽を、じゃあこの動画の最後まで伸びたらいいのになーって願うじゃないですか。そしたらなんと伸びまーすありがとう AI、 本当にいつもありがとう。これちなみにじゃあちょっと最後の方どうなってるか聞いてみますか。ちょうど伸ばしたとここの辺かな、この辺からどうなってるか聞いてみますか。家族を置き去りにして一人でものすごい遠くまで泳いだりとか、自分だけの挑戦、ね、素晴らしいですね。愛をいっぱい拾ってくる、こんな風に何かねちょっと間違えちゃったりしてもお助け機能がついてるんでありがたいですね。そしてですね、何より私のちょっと推し機能があるんですけど、オートキャプション機能っていうのがあります。動画にね字幕つけるのめんどくさいじゃないですか。あれやったことある人ならわかると思うんですけど、超大変な作業なんですよ。でもなんと自動字幕起こし機能を使えば、自分で打たなくても自動で字幕つけてくれるんです。ちょっとやってみましょう。こちらですね、自動字幕起こしと書いてるとこ押してみて、で言語日本語、翻訳もねできるみたいなんですけど、今日はまあ翻訳せずに、選択されたクリップタイトルですね。じゃあこれでやってみましょう。ほい、お、できました。おー、ちょっとじゃあ見てみますか。よいしょ。皆さんこんにちは、お小岩小鳥です。バッチリついてますね。アウトドアについてのは、これなんですけど、これですね、こうやって押すことで、よいしょと、なんてしていこうかなっていうところを、例えばこんな風にねちょっと違うプリセットにしちゃって、で大きさもね大きくしたりとか、位置も変えたりとか、いろんなことができちゃいます。細かくいろいろとねぼかしたりとか、アウトラインですね、もう色だけ変えるとか、いろんなことができたりするようです。いいですね。でアニメーションもあります。選ぶだけでこう入ってくる、この文字が入ってくるインのところのアニメーションもニョニョンって出てきたりとか、右にスイッて移動したりとか、これ細かく設定するのめんどくさいから、こうやってねもう選べるだけだったらすごい楽ですよね。でループもあります。こうやって揺れたりとか、点滅、それからおー燃えてるファイアノイズビームだって、
とかとか本当にいろんなものがありますんで、ね、選ぶだけでいろんな設定ができちゃうっていうのもいいですね。でここみたいに小祝い小鳥ね、この名前難しいじゃないですか、小祝い小鳥っていう名前ね。っていう場合はこういうなかなか聞き取ってはくれてる、バッチリ聞き取ってはくれてるんだけど、ちょっと変わった固有名詞とかの時はここでね自分で直すことができます。はい、バッチリ。ね、でもかなりのね精度でね、しっかりね読み取ってくれてます。アウトドアについての話なんてしていこうかなと思います。 ね、便利ですね。アウトドアこんなに手軽に、意外とこのね、しかもダミーヘッドマイクで聞き取って、なんでちょっと難しいと思うんですけどね、よく聞き取ってくれてる。 ASMR なんて単語もだけどアウトドアね、しっかり聞き取ってくれてる、精度高いですね。わあ、ではこんな感じで動画ができたら、じゃあ次どうしようかなっていうことなんですけど、このエクスポートからね、書き出すことができます。押してみましょう。こんな感じになってて、それぞれね、自分の設定選んでもらえたらと思うんですけど、ここでなんとサムネもね作れちゃうんですよ。こんな感じでサムネ生成してくれてます。でこれを編集することもできるんですって。ここにね、デフォルトでもいろんなテンプレートもあったりするんで、例えばよいしょ、おーすごーい、文字はね自分で打ち直せるんで、トラベル Vlog じゃなくてもご自分それぞれのにねやっていただくことできます。でずらしたりとかもできますね。いい感じ、すごーい、いい感じじゃん。これ自分でやったら本当に大変で、いろんなソフト駆使してやるのがね、このフィモーラ1個でできちゃうっていうのはこれは助かりますね。保存しましょう。さらにはですね、ここオートハイライトっていうところで YouTube ショート60秒の動画アップできるんですけど、こちらとか TikTok の15秒のとかをオートでね盛り上がってるとこ書き出して、ね、作ってくれるんですって。これも助かりますよね。ちょっととりあえずショート出したいんだけどな、でも切り抜きめんどくさいなみたいな時に、これ VTuber さんにもいいかもですね。自分の切り抜きパパッと作っちゃうのをオートでやってくれたら助かるかも、うん、でエクスポートを押すと書き出せちゃうという感じになってます。わー、さらにですね、 YouTube ログインしておくとこんな風にもうこっから投稿できちゃうんですね。で概要欄考えるのめんどくさいですよね。やったことある人ならわかると思うんですけど、これね AI コピーライティング機能ございます。何を書きますか、で YouTube 動画の説明ですね、こちらを押して、何についての動画ですか、アウトドアの話をした ASMR 動画です。でこれで、ざっくりね書いた、もう本当にただこれだけ書いたら生成してくれるそうです。どうなるかな、おお、すごーい、アウトドアから関連するいろんなワードを出してくれてます。さえずる鳥や流れる川の音、こっからアイディア得て動画作ることもできるぐらいかもですね。いいですね、いろんなの作ってくれてるんで、こちらを使って、もしくは自分でちょっと編集してねコピーして、自分なりの概要欄作ることもできると思うんで便利ですね。ということで以上、動画編集ソフトフィモーラのご紹介でした。いかがでしたか。もう今日本当にちょっと大急ぎでね動画サクッと作ったんですけど、でも本当に簡単にできていいですね。もっとちょっとねこうライティング変えてみるとか、こういろんな色合わせとかもしっかりやってみるとか、切り抜くところももうちょっとしっかり選んでみるとか、いろいろやったらもっとクオリティ高い動画簡単にできちゃうと思うんで、ぜひ皆さんやってみてほしいです。フィモーラはですね、お手頃な価格で使えるのも特徴の一つとなっております。ということで価格はこちらをご覧ください。大変ね、本当にお安くなってます。動画ソフトってすごい高かったイメージなんですけどね、本当にこうやって手軽にね高機能なものを使えるっていうのはありがたいですね。
初めて動画編集するよっていう方にもね、直感的に触ってもらいやすいと思うんで、ぜひ気軽に試してみてください。またピモーラはスマートフォン向けのモバイル版も配信されてます。こちらも紹介動画公開していきたいと思うんで、ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。